15分あるのか。まあ、とりあえず、切符売り場まで待つか。よし。さてと、買ってきましたよ。青空って言いますね。今日の分買ってきましたんで。早速ね、新宮行きぐらいね、久しぶりですね。2019年の2月以来か。この新宮行き。まあ、今日はね、最後まで乗ってくるんじゃなくて、これで長島まで行くんですけどね。行ってみましょう。今あれかな、6時2分発の鴨行きが出てったところかな。そう、確か6時2分発のやつだけこっちから出てたんですよね。で、もう止まってますね。新宮行き、こいつに乗って眩しい。まで行きましょうか。眩しい。やっぱ冬とだと違いますね。前は確か真っ暗でしたもんね。よし、出たねーの新宮行き。相変わらずちゃんとトレンキ乗ってます。よし、やってきましたよと。いや、遠かったですね。やっぱ亀山から来ると長島遠いですね。長島スパーランドはどっちもかな。海がこっちの方にね、あの途中でもう海見えてましたからね。もう間違いないそこで長島ですからね。結構なんか平気広くなったんですね。多分長島って無人駅だった気がしたんですけど、やっぱ特急停車駅にね、なってますしね。もう2面3線、大きい駅じゃないですか。あ、立派になりましたね。あ、こんな保線基地とかあったっけな。全然、あ、ね、こんな業務宿泊所なんかもありますし。施設揃ってるんですね。あ、名所案内あるやん。地方には名所案内ないのか。ここにしかないか。なんか、でもおかしいですね。よいしょ、列車も出てきました。これ、ここから新宮の方に向かってくるらしいですね。まあ、和歌山方面に向かってくる。まあ、西側も周りって言葉もありますからね。でもほら、間違いない。長島ってなってますもんね。長島スパーランドはどこかな。あれ、でもなんか様子がおかしいですね。なんかおかしい。でも JR 東海の長島でしょ。あれ、熊田だった気がするけど、北室郡、紀北町ってなってるけど、まあ、これで北室って読める時点でも分かってるやろって気もしますけど、紀伊長島。
ということでですね、いやーやってしまいましたね。間違えて長島に来るつもりが紀伊長島に来てしまいましたということですね。やってもうたというわけでございまして、もう分かってることだと思いますけどね。ということでね、この動画ではですね、万が一、長島スパランドに行こうとして紀伊長島駅に来てしまった人のために紀伊長島から長島までどうやって行くかをね、解説していこうじゃないかというわけでございますね。バカバカしいな、相変わらず。で、あれだな、駅の名所は、あ、そこにあるわ。そこにあるで、ちょっと撮っとこうかな。そう。まあ、海沿いは海沿いなんですけどね、いわゆる木なんですよね、こっちは。何がある？長島城跡、有久慈温泉。温泉あるんだ。徒歩25分。ああ、ちょっと距離あるな。姫田浜海岸に大正寺大島。ほう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 。雪がまだ。徒歩5分で行けんの？いや、行けないよな。行けないな。あ、バスから徒歩5分か。そりゃ無理や。よし。ってことでね。とりあえず一回駅降りてね。さあ。こっから長島遠いんだよな。いや、でもね、温泉書いてありましたしね。スパーランドってあれスパですからね。長島温泉でね。あれですからね。もうこっちにも温泉あるかもしれませんよ。駅で降りるのは初めてか。まあね、これも結構思いつきって思いつきだったんですけどね、この前スーツさんがね、紀伊長島駅から誰か、ちょうどここでしたね、あの特急な駅に乗ってく、信号方面の方にね向かってってましたけど、あの時はで、紀伊長島駅見たら、そうや紀伊長島駅あったなと、あ、長島からもこれできるな、間違っちゃったらできるなということでね、ちょっと思いついたんでね、このゴールデンウィークのお出かけ久しぶりですからね、まあ、ちょっとその辺りはね、散歩しながら、駅前ちょっと散歩しながら話していこうかなと思いますけどね。よいしょ。いいか。よいしょ。ただいま窓口を示させていただきます。9時40分、あ、そっかそっか、そういうことか。特急の時間に合わせてあれかな、開くのかな、で国鉄時代のあれかな。あ、そんなに国鉄時代でもないか、2014年とかになったのか、案外新しかった。そっかそっかそっか、長居は結構ギリギリまで、つい最近まで旧型車走ってましたからね。なるほどな。こいのぼりが揺れてますよ。5月4日、明日が子供の日ですもんね。で、そう、問題はね、こっからの電車がね、本数が異常に少ないですからね。8時半やろ。なので、9時47分。でも、これで行くとすると、桑名の方に行かなあかんでも、結局これに乗ってもらった方が早いんですよね。でも、特急で行ってまいりましょう。桑名は9時47分から一般電車が13時1分まであるんだよな。どうやら、1、2、3、3時間、今日は来ますもんね。はぁ、よし。で、あ、じゃあ、駅前初めて来たな。